こんにちは、名古屋の伊藤です。今日のこの動画では、右肩の制限とつながりのある内臓、肝臓とのつながりについてお話をしていきます。僕のメインチャンネルの方では、こういった解剖学的なつながりとか、またね、こう施術系のね、動画っていうのを上げているんですが、サブチャンネルの方でもこう理屈っていうのをね、お話ししていこうと思います。まあ、端的に言うと、肝臓に何かしら制限があると、まあ、病気だったり、例えば交通事故でこの辺のね、制限がいくとか、呼吸が浅くて肝臓が影響して、何か不具合が起こって右肩にね、影響がいくっていうことが多々あるんですよね。だけどよく見てみると、肝臓ってお腹にあるじゃないですか。そうですね。で、右肩ってお腹にないですよね。ここのなんていうの、直接的なつながりってないですよね。だって隣り合っているわけじゃないし、なんで肝臓から遠く離れた右肩にね、影響がいくのかっていうことをお話ししていきます。で、そのつながりでめちゃくちゃ大事になってくるのが、頸椎から出たとある神経なんですよ。ね、これ青で書きますけど、このね、神経がすごく大事なんです。この神経を横隔神経と言います。横隔神経ね。まあ、読んで字のごとく、ここ横隔膜を支配しているんですよ。横隔膜、筋肉ですからね。ここに命令がいって、僕たちは呼吸をしているわけなんです。で、横隔神経出てます。横隔膜のね、これ上と下っていうのを支配してるんですよ。横隔膜の上の面と下の面っていうのを支配しています。で、この下の方の面と肝臓と横隔膜につながりがあると、まあ、なんて言うんだろう、こう薄いミルフィーユみたいな感じで、ここにつながりがあると思ってください。肝臓があります、神経があります、横隔膜がありますみたいなつながりなんですね。ここまでいいですかね。じゃあ、さっきみたいに、肝臓に何か制限があります、二日酔いになりました、肝臓めっちゃ働いてます、もしくはここ交通事故しました、この辺になんか硬さが出ました、もしくは肝臓の数値があまり良くありません、じゃあここには膜組織とかね、いろんなつながりがあるわけですよ、ね、今日はそれこうね、ちょっと、省略しますけど、このつながりで横隔神経にも何かしらテンションとかストレスがかかることは考えられるわけですね。はい、じゃあ横隔神経に制限いきました。横隔神経は何番から出てるかというと、 C の3から5です。C の3から5から出ています。ということは、この C から3から5の制限につながると。うん。頸椎の制限につながるっていうことは納得していただいたでしょうか。横隔神経からの、肝臓からのね、つながり、横隔神経、C3 から C5 から出ています。だから、ここの制限につながりますと。ここまではね、わかりやすいと思うんですが、じゃあ今日の問題では なんで右肩に行くのかっていうのは、もう一つ神経の束が関係してきます。首から出た神経の束っていうのはこんな感じで、肩だったりね、腕の方とか手首の方とか指の方に伸びていくわけですよ、こう神経の束がね。これを何て言うかっていうと、腕神経叢と言います。神経叢ね、ちょっと難しいんで、ちょっと省略しますけど、腕神経叢と言います。ちょっと字が違うけど、まあ、腕神経叢と思ってください。ここ字間違えました。すいません。で、この腕神経叢っていうのは、C5 から T1 から出てます。C5 から T1 です。あらあら。この横隔神経の C5 っていうのと、腕神経叢の C5 っていうのが、共通する部分がありますね。まあ、ざっくり言うと、この辺で共通してるとしましょう。このピンクの部分が C5 で共通する部分だと思ってください。ということは、横隔神経からの共通部分からの腕神経叢からのこのつながりっていうルートができるんですね。だから、肝臓からの神経系のつながりからの右肩のつながりっていうルートができるんですね。ちなみにこのね、肩の筋肉とかっていうのは、腕神経叢から出た神経で支配されているので、神経の通りが悪くなったり、こう、生理学的な問題とか、こう、バイオメカニクス的な関係点から見ても、このつながりって納得できると思うんですね。肩の神経、腕神経叢から出てます。横隔神経とのつながりを見たら、内臓にまでつながるので、これがですね、
まあ、肝臓の働きが悪くなると、鈍くなると、右肩に影響、いきやすいっていうことなんですね。このね、神経のつながりを見ていったら、上腕とか肘とか手首にもね、制限出るってことは十分あり得るんですよ。これは僕の個人的なね、考えなんですけど、まあ、僕の臨床とか考えても、どうもね、こう、右肩に出やすいなっていう方が多いんですよね。もちろん肘に出る方もいるんですけど、このなんで肩かっていうと、こう、神経の通り道を考えると、物理的に肩と肝臓のつながりっていう距離が近いからかなと思います。これさらに肘の方を見ていくと、距離が遠くなるじゃないですか。だから肩に出やすいんじゃないかなって思うんで、ここは僕のね、仮説だあり、推測なんで、まあ、これも参考にしていただいたらなと思います。今日はですね、肝臓と右肩っていうのはどうつながっているのかっていうことをお話ししていきました。まあメインは神経系でしたね。横隔神経と和神経層でした。もしこの動画良ければ高評価、コメント、チャンネル登録をよろしくお願いします。以上です。ありがとうございました。